皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。今日なんですけれども、実はですね、まあゲストをお迎えをして、神戸で大変な問題があったと、でさらにそれを、まあ、議会で追及したということで、兵庫県議会議員の永瀬武先生にですね、まあ、今日はお見えにいただいてですね、この問題をしっかりと皆さんに知っていただこうという番組にしたいというふうに思います。まあ内容というのはさておいてですね、まず永瀬さんのことを知らない方もいらっしゃると思いますので、まず先生、自己紹介をお願いできますか。はい、皆さんはじめまして、兵庫県議会議員の永瀬武と申します。神戸市の東灘区というところの選出で現在2期目でございます。年は昭和43年生まれの55歳です。よろしくお願いします。はい、ということで先生は、まあ、県議会議員になる前は市議会議員を2期お務められ、はい、務められた後に県議会議員になったということですもんね。はい、そうです。はい、ということで、まあ、このですね、永瀬県議に今日来ていただいたというのは、実は皆さんですね、愛知トリエンナーレ騒動というのを覚えているというふうに思います。本当にですね、まあ、大変な、まあ、日本国民を侮辱するような、そういう芸術という名を借りたですね、本当に反日的な、なんかそういうプロパガンダの芸術祭があってですね、これは全国の国民が怒ってですね、大問題になったと。で、さらにですね、その名古屋市長を巻き込んだり、いろいろな方を巻き込んで、まあ、大騒動になって裁判にまでなったという、そういう事案がありました。あれから実はですね、神戸でも同じような、その不自由点というのがあったんですが、なぜあの時に大問題になって、あの大問題の、まあ、芸術祭というものが違う自治体で行われているのに大騒ぎにならないのかという問題があったり、ああいう問題があればですよ、まあ、本当に地元では大問題になっていろいろなことになりましたが、兵庫県議会はどうしたのかということで、一切そのですね、声というか騒動というのが全く我々の耳に入っていなかったので、まあ多く今日見ている方もですね、神戸でそんなことがあったの?という思う方もいらっしゃると思いますし、なんでちゃんとそういう行政を追及しなかったんだというそういう声もあると思うんですが、実はちゃんとですね、この問題を追及してくれたという議員が実は永瀬議員だったということですね。今日はですね、この、まあ、不自由点、その芸術という名を借りたですね、反日のプロパガンダの芸術祭、これについて、まあ、いろいろ皆さんに知っていただいて、こういう追及をしてもらってですね、さらに将来こういうふうにならないようにしなければいけないというですね、そういう学びの多くのですね、ことを学ぶような番組にしていけたらなというふうに思っております。私もですね、永瀬先生といろいろ話を番組前にしてですね、これは多くの人に本当に伝えなければならないということで、まずですね、この永瀬先生が質問したのは今年なんですけれども、今年質問するまでにもですね、実はいろいろなストーリーがあって、やっと今年質問できたということなんですが、去年からのですね、なぜそのいろいろな吸った問題があって、やっと今年、去年の9月にこの芸術祭があったのに、今年の今やっと質問ができるようになったのかという、まずその顛末をですね、ちょっとお話し願いますか。はい、かしこまりました。今ですね、小野寺先生がご案内いただきましたように、この表現の不自由展神戸というものは9月の10日と11日に行われました。同じ月の9月の26日には兵庫県議会の定例議会の代表質問日を控えておりまして、もう本当に待ちついてますよね。この表現の不自由点が終わってすぐに、9月議会が開会したわけですが、私たち自民党はなぜこのような、表現の不自由点を兵庫県民会館において開催を許したのかということを、正すべきということで、代表質問の項目に入ってたんです。当然ですね、それはね、当然、はい、しながら、質問通告日の
9月21日には紆余曲折があって、この代表質問からはこの項目を取り下げるということになったんですね。でこの経緯は、もう本当ギリギリになって片山副知事が、当時の小西議長を訪ねられまして、直接議長室に行きまして、この9月議会は10月末で終わるんですが、そうしますと翌月にですね、豊かな海づくり大会というものが控えておりまして、これは全国植樹祭と同じように天皇皇后両陛下が行幸啓される、催し物なんですね。だから片山副知事はこの代表質問という場所でこの問題が取り上げられると、天皇皇后両陛下の行幸啓が取りやめられるかもしれない、それでもあなたいいんですかと言わんばかりの、まあ、申し出をされまして、その協議が終わった後、小西議長に私たち複数のですね、強硬派は、呼び出されまして、気持ちはわかるが、やはり、豊かな海づくり大会は兵庫県としても非常に大事やということで、まあ、それは言って私も理解して、ここはもう一旦取り下げようということに承諾をしまして、代表質問から取り下げたんです。ただね、この片山副知事の物言いは、まるで天皇皇后両陛下を芸能人か何かと同じように扱っているに等しいんですよ。なるほど。で、天皇皇后両陛下来なかったら失敗する、失敗したらあんたらの責任やと言わんばかりのことを言ったということは、一体片山副知事はご皇室に対してどう思ってるんだということを絶対に聞かねばならないと、私は思いまして、今般、この、一般質問においてですね、この問題を取り上げさせていただきました。ということは、ということはですね、先生が、まあ、その代表質問に入れるべきだって戦って、結局は代表質問から外れたんだけれども、今度4月の統一地方選挙でもう一度勝ち上がられて、そして自分でこの問題は自分でちゃんと決着をつけなければならないということで、一般質問に立たれて追及をされたということでよろしいんですか？そういうことです。いや、素晴らしいんですけれども、私がですね気になるのは、まあ、本当にその副知事の物言いがこれ大丈夫なのかなって思うのと、実際にですね、そういう例えば皇室をね、侮辱するような作品があったとしたらですよ、それを許しておいて、そしてそのことを追及されたら都合が悪くて、あなたらの追及のせいで、まあ、その天皇皇后両陛下が来なくなったらっていうのは本末転倒だと思うんですけれども、そもそもですね、その地元の報道を見ると、まあ、その神戸新聞なんかは非常にね、何も騒ぎがなかったような話で書いているんですが、他の報道を見ると、まあ、警察がバリケードを張ったりですね、まあ、物々しい雰囲気で、外ではもう罵声が飛び交っている中での、まあ、その不自由点だったという話なんですが、実際に皇室を貶めるような、そういう日本人を侮辱するような作品が並んだんですか？並びました。私はちゃんと入場券を買いまして、見てまいりました。このですね、作品展というのは、まあ、記事によるとですね、まあ、他の公共施設で展示をされるというのを断られたものを、まあ、集めて展示をするという、そういう、まあ、内容が書かれてたんですが、神戸で行われたそのスペースというのは公共施設ですよね？そうです。つまり他の場所で断られた公共施設で展示されたらダメだというものを神戸でされたということで、さらにですね、問題だというふうに思うんですが、いろいろ問題のある中で、先生はまずですね、今般の、まあ、一般質問でですね、どのようなポイントで、まあ、その理事者側を追及したのか、これからですね、皆さんに先生が質問をしてですね、その、まあ、件を追及するという、その質疑の動画を見ていただきたいというふうに思いますけれども、これ見るにあたってですね、先生が
どこがポイントなのかというのをまずですね、説明いただいて、はいね、それを頭に入れて見ていただければ、100倍理解できると思いますので、まず先生、よろしくお願いします。はい。はい、論点は2つありまして、前半と後半に分かれます。前半の部分、この猪本というですね、県民生活部長が答弁に答えている部分はですね、これはですね、民間の警備保障会社を雇ってですね、臨時の警備をこの兵庫県民会館はしたわけですが、この警備費用にかかった270万円を、丸のまんまこの、県民会館が、管理する公益財団法人の兵庫県芸術文化協会がもう、まあ、肩代わりしてですね、全部払ってしまっていると。で、まあ、私も実際に見ましたけれども、入り口のですね、動線の確保とか、入場整理とか、手荷物検査、金属探知機なんかは、もう明らかにこの主催者のために行われているものですから、この費用は出さないかんやろと。うん、で、当初、うん、兵庫県は我々自民党には半分は請求しますって言ってたんです。だから、まあ、納得しませんよ。その全額請求したらいいと思うけれども、まあ、その一定ですね、うん、半額という根拠も、まあ、なきにしもあらずない。それで半額請求しなさいよって言ったら、結果的にはその半額も請求しなくて、全然請求してないんですよ。で、それはおかしいし、兵庫県は、負担してませんって言うけども、いや、あんたらの改革団体やろと。39億円の収支予想のうち14億円も補助金を賄われて成立しているような、そんな、外郭団体はもう一体と見なされるべきであって、これは公金支出に等しいと、うん、だから説明してくれ、うん、この論点が一つです。なるほど。第二の論点はちょっと先ほど小野寺先生からもちゃんと触れていただきましたけれども、兵庫県としてご皇室のことをどう考えてんだと。で、この片山副知事がどんなにですよ、自分にとって不都合であったとしても、ちょっとね、この天皇陛下、こうご皇室というものの扱い方がとてもじゃないけど私は承服できないし、うん、ここもですね、ちゃんと説明しなさいというのが、この論点で、大きくこの2点にこの質問は、分かれております。非常に重要なポイントだと思いますね。この2つの論点をですね、ぜひ皆さん頭に入れていただいて、今から質疑の動画を見ていただきたいというふうに思います。まず永瀬健議員。議長14番永瀬健議員。おはようございます。通告に基づき一問一答で質問をさせていただきます。まず表現の不自由点神戸についてであります。令和4年9月10日土曜日から9月11日日曜日に兵庫県民会館2階アートギャラリーで開催された本催しについて、県当局の考え方を質問します。この件については以前にこちらから多くの方の考えに沿わない催しをなぜ許可したのか、他の県民会館の使用される方への影響、警察警備会社等への費用や、通常であれば収入となった貸室駐車場にかかる料金、営業の自粛を求めた館内店舗への補償、そして今後このような混乱が予想される催しなどへの対応について質問し、当局からすでにご説明を伺っておりますが、それでもなお不明な点をお聞きしたいと思います。
この件を一般質問で取り上げる意図は、催しの当日、抗議活動等が展開され、当該施設利用者や会場周辺の近隣住民、通行者等の安全安心が脅かされたことを振り返り、県民の安全安心のため質問させていただきます。まず、なぜこの催しを不許可にできなかったのかについて、当局は地方自治法および最高裁判所判例を例示して、使用許可は正しい判断だったとしています。私は表現や集会の自由は権利であり、それらが暴力の前に決して屈してはならないことは承知しています。しかし、表現の不自由展の展示品には、昭和天皇の肖像を焼却して、それを足で踏むという映像があり、展示することがあらかじめ予告されていました。大浦信行氏の遠近を抱えてパート2という名の展示品です。国民統合の象徴である天皇をこのように扱うことは、利用を拒否する正当な理由にはならなかったのでしょうか。県民会館利用規則で定める公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるときにも該当しなかったのでしょうか。最高裁判所判例として示された大阪府が行った利用許可取り消し処分の執行停止を求めた事案は、一旦許可しておきながら取り消したという事案であり、当該事案とは違うと思います。それでもなお使用許可をせざるを得なかったとされるのであれば、指定管理者が警備等安全確保のために支出した経費約270万円についてどのようにご説明されるのでしょうか。県は負担を行っていないというお立場と伺っておりますが、県民会館の指定管理者である公益財団法人兵庫県芸術文化協会は県の外郭団体で、令和5年度の収支予算書によると、経常収益約39億円のうち14億円余りが県からの補助金であることから、直接的ではないとしても公金が支出されたと判断できるのではないでしょうか。その支出の妥当性は、県は負担を行っていないというご説明だけでは極めて不十分であり、県民に対して不誠実であります。併せて、指定管理者が業務委託を行った民間警備会社の費用の半額を主催者に請求しようとして断念したとも伺っております。当初は半額を請求しようとしたが、結果的には断念したという事実についても説明不足は否めません。当局の説明によれば、警備の必要性が主催者の行為ではなく、展覧会に反対する者の行為に起因するものであるため、請求しなかったと理由を述べておられます。先日、東灘区では、32基のだんじりが運行しました。私は祭りの実施責任者と警察当局との交渉に立ち会いました。警察当局は以下のように発言しています。だんじり運行には反対者もいる。反対者はうるさいとか邪魔だとかいう理由で110番通報をすることがあり、通報を受ければ警察官が出動せざるを得ない。雑踏警備で人員を割かれている上に110番通報が相次げば、警察の業務に大きな支障をきたすので、予算上の問題もあるとは思うが、
ガードマンの数を可能な限り増やしてもらいたい。このように断じりに反対する者への警備も全てとは言いませんが、主催者側が負担されています。本件も同様のケースと考えられますが、本件についてのご説明が正しいのであれば、この論理で来年からの断じりに関わる民間警備会社への経費は一部ご負担いただけるというふうな理解でよろしいでしょうか。そして最後に、天皇皇后両陛下が御行幸啓遊ばされた豊かな海づくり大会と表現の不自由点の関わりについて、当局が議長室に小西貴則議長をお尋ねになり、表現の不自由点について協議をされた事実を確認しております。豊かな海づくり大会を控えて、今この問題が本会議で取り上げられて世間の注目を集めるようなことになると、天皇皇后両陛下の御行幸啓が見送られるかもしれないとの懸念があるとのことであったと小西議長から直接伺っております。そこでお尋ねします。それほど天皇皇后両陛下の御行幸啓が重大であるというご認識がおありであれば、表現の不自由点について警備費用の負担問題も含めて主催者に対してもっと毅然とした態度で臨むことができるはずです。積極的ではなかったので理解してほしいという意向は一定理解しますが、あげぜん末ぜんのごとく表現の不自由点への特別な待遇を取ってしまったことの理由と、天皇皇后両陛下の御行幸啓に対する当局の対応は著しく矛盾します。このことを踏まえて納税者たる県民の皆様にどのように説明されるのか、表現の不自由点に関する兵庫県の立場考え方をご質問申し上げます。以下は質問席へ移らせていただきます。井本県民生活部長。お答えいたします。表現の不自由展は令和元年に愛知県で開催された企画展表現の不自由展その後を再展示する展覧会で、令和3年7月に名古屋、同じく7月に大阪、令和4年4月に東京、同じく8月に京都、そして令和9年10月あ令和9年あ令和4年9月10日11日に本県県民会館で開催されました。利用許可を判断するにあたりましては、表現の不自由点をめぐる初めての司法判断であります。大阪府が行った利用許可取り消し処分の停止執行停止を求めた事案、これの大阪地裁判決を参酌いたしました。この判決は後に最高裁も支持しているものです。神戸店での主たる展示内容が大阪店と重複しており、同趣旨の展覧会と認められること、そして大阪店の会場と兵庫県民会館の設置目的が集会や催し等の場を提供する公の施設である点で共通していると資料してできたためです。大阪店の判決では、会場となった大阪府立労働センターの管理上支障があるとして利用許可を取り消した大阪の決定に対しまして、本件催し物それ自体はセンターの設置目的に反しないものであり、その内容等に照らすと憲法上の表現の自由等の一環としてその保障が及ぶべきもの、また本件催し物に反対する者による抗議活動等を理由に
本件センターの利用を拒みうるのは、公の施設の利用関係の性質に照らせば、警察の適切な警備等によってもなお混乱を防止することができないなど、特別な事情がある場合に限られるものと言うべきとの裁判所の判断が示されました。県民会館管理規則では、公の秩序はまたは善良な風俗を乱す恐れがあるとき、会館の管理上支障があるときは許可しないと規定しておりますが、この規定は大阪の会場と同様の規定であるため、大阪店の裁判所の判例を考慮し、同様の展覧会と参酌するに足る妥当性があることから許可すべきものと判断したところです。また指定管理者である芸術文化協会では、県警からの助言を参考にしながら、館内の安全確保を目的として共用部分の自主的な警備を行いました。なお開催にあたりましては、自由民主党議員団からも万全な安全対策を実施するよう要望があったところでございます。その費用につきましては、先行開催の大阪、京都においても指定管理者が支出しており、妥当であると考えております。以上です。長瀬議員。ご講説お疲れ様でした。ただいまの県民生活部長のご答弁を拝聴しますと、兵庫県として正しい判断の結果であり、当時の状況を総合的に勘案するとやむを得ないものであったとおっしゃりたいのだということはよく理解できました。しかし県民への説明という点は完全に欠落していると思いました。私のこの質問政策過程で判明したさまざまな数字、例えば利用予定団体の予約取り消し状況については、当日利用予定22団体中16団体が予約取り消し、1350人が来館予定だったが940人余りが利用できなかったということなど、警備費用の肩代わりも含めて、これらの事実は私がこの質問をしなければ公になることはありませんでした。それとも今後どこかでご説明をされる予定だったのでしょうか。事実確認などのために県民生活部の方々がいらっしゃったおり、私たちも決してウェルカムでやったものではなく、気持ちは先生と同じです、どうかそのことは分かってくださいと言われました。私はお気持ちは分かりますが、それを承諾してしまえば今後何も言えなくなってしまうと申し上げました。このような県民生活部の皆様のご対応を見れば、この不都合な真実は永久に埋めておきたいというのがあなた方の本音なのだろうと拝察申し上げます。ここに表現の不自由展当日に配布された主催者挨拶があります。その一文をご紹介申し上げます。表現の不自由展神戸のコンセプトは、歴史と女性の人権です。葬り去られた表現ではなく、今なお葬り去ろうとされている表現ですとあります。大変皮肉なことですが、昭和天皇のお写真を焼く映像などは十分に平穏が保たれたアートギャラリーでつつがなく表現されておりました。本当に葬り去られようとしているのは、県民会館の利用を阻まれたご利用者様の不自由、周辺にお住まいの方々やご通行の皆様が味わった不自由の真実なのです。本来豊かな海づくり大会を控え、このような催しはお断りするべきでした。訴訟を恐れるあまり、
主催者の言いなりになってしまい、理屈が通らない事態に陥ってしまったのではないでしょうか。勇気を持ってそうしていれば、このような事態には陥らずに済んだはずです。たとえ訴訟になったとしても裁判所の判断に委ねられるので、兵庫県のリスクは回避することができたと私は思います。これより再質問に入ります。長瀬議員、はい、再質問の際は冒頭に失礼しました。これより再質問に入ります。警備費用の肩代わり問題についてです。私は全額を主催者に請求しても差し支えないと考えますが、当初半額を請求されようとした当局の論拠にも一定の合理性があるとも思いました。警備対象が県民会館で働く人々や他のご利用者様と施設そのものも含まれているという点を勘案して、半額が妥当という結論を得たということは県民の理解も得られるのだろうと理解しております。そして主催者へも一旦お願いもしており、主催者側は状況は分かりましたという返答も得ていたと伺っております。それが結果的には実行されなかったという経緯について、先ほどのご答弁には全く具体的な説明がありませんでしたので、再度お聞きします。あわせて今からでも遅くないので請求するべきですが、いかがお考えでしょうか。猪本県民生活部長。お答えいたします。市営管理者からの相談を受けまして、当初は警備等の増行経費につきまして主催者に請求することも検討しました。主催者に対する利用許可と合わせまして、通常以上に要する費用負担等の協議には誠実に応じるよう指定管理者から要請したところです。その後警備や抗議活動や妨害行為等への対策でありまして、主催者の直接的な行為への対策でないということを勘案しまして、主催者に負担を求める根拠がないと判断し、今回は請求しないことにいたしました。なお県民会館内は共用部分と専用部分で警備を分けておりまして、共用部分は指定管理者負担による警備、例えば入館時の手荷物検査、あるいは来館者の監視、夜間の外周巡回等です。一方で専用部分につきましては、ここは主催者負担による警備、例えばクレーム対応の人件費等につきましては主催者の方で負担させていただいております。今後請求する予定、この経費について主催者側に請求する予定はございません。以上です。長瀬武志議員。まず所感を述べさせていただきます。その後マイクをスイッチ。ご丁寧なご答弁、部長ありがとうございました。十分に県民の皆様も理解をされて、さぞ胸をなで下ろすでしょうね。そんなもんだろうとは思っておりましたけれども、皆さんはどちらを向いてお仕事をされているのでしょうか。今日のこの、質問は、皆様の立場を守るための答弁をされようとしているのでしょうか。それとも非常に苦しい苦渋の決断ではあったが、県民の皆様に少しでも理解を言おうとされているのでしょうか。私はその辺が全く分かりませんでした。再質問に入ります。本県が抱える道義的問題の中でも特に問題だと思われるのは、豊かな海づくり大会について天皇皇后両陛下の行幸慶が見合わせとなる危険性に言及して、会派の代表質問から
表現の不自由点に関する部分を取り下げてもらうよう要求した当局のご対応です。小西議長にこの要求を行ったのは片山副知事と明確に私はお聞きしております。そこで片山副知事にお伺いします。あなたが表現の不自由点に関する代表質問を防ぎたい一心で、豊かな海づくり大会の成功を引き合いに要求したことは大問題です。ことはご皇室に関する問題です。片山副知事に求められる説明責任は誠に重大であると言わざるを得ません。なぜこのような言動に至ったのでしょうか。ご説明願います。永瀬議員に申し上げます。再質問は先ほどの答弁に対するものであって、先ほどの再質問はその範囲を超えております。事前通告しております。再質問は事前に再質問は事前通告はし時計を止めてください。以上、時計止めてください。永瀬議員、はい、承服できません。申し合わせで代表者会議並びに議運で事前にこのことは一方伝えております。再質問は通告をはしません。再質問はあくまでも再質問については通告ではなく、その再質問の意向については口頭で意向を伝えております。片山副知事にお聞きをすることはお伝えさせていただいております。そのために最初の質問で私は口頭でこの件に触れておりますが、それでも関係ないんですか。再質問はあくまでも答弁に対するものであって、ですね、議長、私は最初の冒頭でですね、この表現の不自由点と豊かな海づくり大会について明確に触れて説明を求めております。聞いておりますよね。その答弁抜けてますよね。そのこと再質問できないんでしょう。先ほどの答弁、猪本県民生活部長の答弁に対しての質問を再質問と認めます。はい、ですからご答弁書は誰でも結構ですけど、私はこの件についてちゃんと冒頭で触れておりますと、ちゃんと触れてます。で、その先ほどの猪本部長のご答弁にはこの豊かな海づくり大会についての答弁はありませんでした。再質問についても、ご答弁はございませんでした。そしたらなぜ聞けないんでしょうか。議長、私はこれ承知できません。時計止めてください。休憩します、暫時休憩いたします。質疑質問を続行いたします。議長、副知事片山。片山副知事、折衝におきましていろいろお話をする中で、4年度皇室関係行事として豊かな海づくり大会があることは触れた記憶がございますが、本件の業務処理にあたりまして豊かな海づくり大会とは全く関係ないものとして対応したところでございます。永瀬武志議員。まず所感を述べた後再質問を行います。ただいまの片山副知事のご答弁の中には、その私が申し上げた説明責任、関係がないとおっしゃってますけども、全然関係なくないと思いますね。豊かな海づくり大会にこのままでは天皇皇后両陛下が来られなくなってしまうので、どうか質問を取り下げてほしいというご発言が全く関係がないということであれば、これはちょっとですね、県の姿勢を正しく説明したとは全く言えないのではないでしょうか。ないのでしょうか。私はそのように思います。これより再度片山副知事にご質問申し上げます。片山副知事の行為は議員の質問権への介入ではないかという疑いが残ります。その危険性はお考えにならなかったのでしょうか。本件を二元代表制の原則に照らして本当にこれが適正な協議であったと思われるのであれば、その思いを
その理由を再度片山副知事からお聞きしたいと思います。片山副知事副知事の業務執行におきまして、議員の先生方との意見交換をすることは重要なことと認識しております。その際におきまして、当局の考え方を説明するということについては、その業務の範囲内だと認識しております。議長。永瀬武議員。まず所感を述べさせていただきます。その後次の質問に移ります。私は片山副知事が行った議長の協議、それ自体が悪いとは思いません。そういう協議ができる当局と私たちとの関係性、信頼関係というものはとても大切だと思っています。で、そしてそのお互いにその大切な関係を大事にする必要性もよく理解しております。ではなぜ私が今回掟破りを犯してまでもこの質問をしたのか。それはことがご皇室に関わる非常に重大な問題だからであり、従来からある当局との信頼関係というものを最大限に考慮しても比べ物にならないほどはるかに重要重大な問題だと考えたからです。今回の井本部長のご答弁も含めて、ただいままでのご答弁をお聞きしていて、皆様のご答弁の中にご皇室を敬おうという姿勢が私は全く感じられませんでした。特に片山副知事の代表質問介入事案は、表現の不自由点について最も批判的で強硬な態度を崩さない自民党の議員たちを黙らせるにはこれしかないとお考えになられた結果であろうと私は拝察しております。今日この質問をご覧になった県民の皆様の中にはきっと失望される方々も少なくないと思います。この上はこの傷ついた県民との信頼を取り戻すために、ご皇室を敬う国民県民とともにある兵庫県であり続けるということを、機会があるたびに表明していただきますよう強く要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。ということで、私もですね、今の質疑のやり取りを見ていてですね、いろいろ思うところがありました。僕はですね、道議会議員だったので、このやり取りでですね、相当先生にそのストレスが溜まったんじゃないのかな。こんなですね、誠意のない、何も答えようとしないというのはですね、珍しいというふうに思ったんですが、まず第一のポイント、外郭団体というところで、警備費というものを払っているということで、これは、ほぼほぼ、税金が使われているということで、自分たちの祭りをやるときにはですね、当然その祭りの主催者が、そのかかる経費を出すはずなのに、当初約束をしていた半分は出しますという半分も、結局は保護にして、全額を出してしまっているのに、ああいう態度を取るっていうのは、先生、どういうことなんですか？結局ですね、兵庫県としてはやり方を間違ったんです、兵庫県は最初にきっぱりとお断りをして、で、やつらは訴えてくるんでしょ、訴えてもらったらよかったんです、そして、もうその判断を裁判所に委ねておれば、こんな追及を受けることもないのに、おそらくそういうことで議論もされたんであろうけれども、とりあえず、訴えられたくもない。自民党はなんとか抑えるから、なんとかこれもやらしてもう全部埋めてしまって前へ進もうという、非常に何て言いますかね、リスクコントロールという面で言っても非常に良くない、手を、選んでしまったというところに一番の問題があって、で、自分たちの反省はしません。もうまさにもう無謬性のですね、象徴のようなもうことが
今回兵庫県で行われていて、うん、いや他の自治体もやってます、他の自治体の事例も全部調べました、だから兵庫県だけが責められる言われはない、これが兵庫県のもう唯一の拠り所なんです。でもそれで納税者の人は理解しますか？いや本当にですよ、ね、本当にその警備費というあれだけ物々しい雰囲気の中で行われるようになってしまったというのは、その、まあ、その不重点に対して、まあ、おかしいという人たちがいっぱいいて、本当に県民の総意であれをやっていいというような状況ではなかったので、ああいう状況になった中で、まあ、警備費のお金も出した。さらにですね、この聞くところによると、まあ、質問の中でも分かるんですけれども、まあ、その営業していたところが営業できなくなっているというのも大きな売上の損失だというふうに思いますし、実際にペットのなんかいろいろなイベントをその当日やっているようなところも別の会場でやらなければいけなくなっているということもですね、その団体だとか、まあ、その営業している方たちにとっても大迷惑の話だと思うんですけど、どうなんですか？大迷惑ですね。兵庫県はですね、実際にどれぐらいの、まあ、実害が出たかということも自ら公表してなかったので、それもこの質問の中で明らかにしようと思ってました。でどうせ当局は答えないだろうから、事前に調べて分かった数字を私はその質問の中に織り込んでですね、今小野寺さんがおっしゃったように喫茶店とかですね、いろいろ営業しているところ全部その2日間営業できませんでした。1350人が利用予定でしたけれども950人余りの人が結果的に利用もできませんでしたという。で駐車場も全部閉鎖をされました。ひどい話です。これはそんなことを無理やりやってということですよね。さらにやっぱり順番が逆なのは、そういう先ほどもまあ冒頭でお話ししたように、皇室を貶めるような、昭和天皇を侮辱するような、そういう作品を展示をしておいて、展示をしているくせにその質問をしたら、お前らの質問のせいによって天皇皇后両陛下が来れなくなるんだぞというような、そういう不敬極まりないですね。そういう、まあ、自分の身勝手の主張というものに対しての、先生は質問ここポイントだというふうに皆さんにおっしゃったんですが、はい、何らまず最初答えてませんよね。はい、全く答えてません。それでですね、ちょっと先生にね、はい、不思議だなと思ったのが、ちょっとその先生が再質問するにあたってね、その件の質問をしようとして質問した段階でですね、議長がそれはまあ今までの質問とは全然違うんだということでワンって切って、その質問はまあ受け付けないような話になって休憩っていうかですね、真っ暗になっていきなり副知事が答えるみたいな、ちょっと僕が議員としてですね、はい、これ何が起こったのか分かんないというようなことがあったんですが、これ実は裏話があるんですね、多分。でございます。はい、ちょっと説明これはですね、はい、うん、この私の、表現の不自由点についての質問は、もう絶対に当局としては嫌がってました。ですから、質問通告のはるか前から、まあ、当局とやり合いするときから、もうまずはもう永瀬さんなんとかやめてくれと、私たちがもう答えてくれたらもう全部質問を書きますから素晴らしい答えをするので、これでどうですかみたいなことまで持ってきました。で僕はそんなもん、もしするんやったらもう二度ともう表現の不自由点はやらせないということをちゃんと公言できるんだったら、もうこの質問全部取り替えてあげるって言ったんだけども、そのことには答えず、もうあの手この手でちょっとだけ文言変えるとかなんとかかんとかで最後はなんとかなりませんかでずっと嫌がってました。そして今小野寺さんそういった経緯があった上で、うん、まあ議長はですね、この片山副知事に質問が飛ぶことを当局はどうしても避けたい、議長に泣きついたんだと思います。これは想像です。そして内藤議長はいろいろ議会事務局と調べた上で再質問させない手をそれなりにお考えになったと思うんですね。そこで再質問の定義はいろいろあるんだけれども、再質問というのは当局の答弁に対する再質問だから、直近の再質問でない
直近の答弁でないものに対する再質問は認めないということで行こうということは、多分打ち合わせを十分にした上で、うん、私の質問が片山副知事のこの不敬な、言動というところに至った時点で、その質問が終わった時点で永瀬議員に申し上げますって、あの議長の方がですね、はいはい、ただいまの質問は再質問の範疇を超えてますと、うん、いうことで、でここからちょっと私マイク外れてたんで、議長それおかしいと、うん、議長時計を止めてくださいと言って、うん、協議をしてくださいということを申し出ました。当初いえダメですと、これはもうあの議運等で決められたことでルールですから従ってくださいと言ったんです。私はそれは承服できないという形でやり取りをして、後ろからもやじが一回いっぱい飛び出したら、議長が、一旦休憩しますと、うん、再開は、暫時、連絡しますということで、画面は一旦なくなりまして、ご覧の方からしたら どうなったんやう感じですよね、うんうんうん、でその間に実は、議会運営委員会が開かれまして、議会運営委員会の場では、いや議長のこの再質問に対する定義はあまりにも狭すぎて、うん、それはおかしいやろと、これは、永瀬の質問は当初この、当局が議長を通じてなした代表質問の取り下げについてもちゃんと聞いてるのに、うん、その前の2回の部長の答弁にそのことがないから直接片山知事に、再質問しようとしてるのであって、これは認められるべきであるという形で行事軍配差し違いになったんです。なるほど。で内藤議長としてもまあ心中穏やかでなかったと思うけれども、それも決まってしまったことはどうしようもないんで、で再開はもうあの片山副知事が手を挙げて再質問に答えるところから始まったと、これが顛末でございます。そうなんです。でも本当にその議長の、まあ、議長裁きというのが、僕も議員だった経験から言うとありえない話 で、 ありえないですね。聞いてることを答えてないんだから、もう一度聞くのは当然なんだけども、直近の質問の答弁ではないからって、ちょっと理解できないような状態になってたということは、それだけ、まあ、その理事者側と、あと議長が一緒にこの質問をどうにか潰さなければいけないっていうふうに動いていたということは、本当に大問題だと思いますし、そうですね、そういうことをやっていながら、天皇皇后を出しに使って、その質問をやめさせようとしていたということも問題で、もう一つ問題だと思うのは、この大問題を、まあ、永瀬さん一人がですね、追及をしてるっていうのは、本当僕自分が議員だった時を思い出しちゃうようにですね、相当いろいろバッシングだとか、いろいろな声がある中で、本当に頑張ってらっしゃるなと思うんですけども、やっぱりいろいろありますよね。まあまあ、それはありましたね。うんうん、特にその、まあちょっと先ほど言いましたが、当局サイド、本当にこの質問嫌がってました。で、もうあの手この手で本当に、この質問を、取り下げさせようという形で働きかけが、当局の方からかなりありましたですね。ですよね。ただまあこの、うん、はいどうぞ。嫌がらせみたいなこととか、そういうことは直接嫌がる、うん、それはないですね。でもなんか例えば会派の中で変な雰囲気になったりとかありません？それはもうむちゃくちゃもう張り詰めた雰囲気でありますよね。それは僕も本当によくわかります。ただね、はい、この先生の質問っていうのは、これから の、まあ、その兵庫県民にとっては非常に大切なことで、こういうおかしいことを二度と許さないという意味でも絶対追及してもらいたいと思いますし、もう一つ大きい意味は、こういう情報発信をすることによって同じような事例が自分のところでも起こるかもしれない、だからこうやって注意をしなければならないというんですね、まあ、多くの人たちにこの危険性を伝える意味があるというふうに思いますけれども、やはり外郭団体を使ってだとか、補足な手を、まあ、卑怯な手を使ってくるということもあると思うんですが、そこら辺については先生どうですか？いや、そうですね、全国の自治体のですね、あの地方議員の皆様に、奴らをですね、もうわざとやるんですよ、うん、いくらでもね、全然不自由じゃないですよ、いくらでもやろうと思ったらできるところがあるのに、わざと公的機関でやって物議を醸して炎上商法をしてるんであってね、でそれにまんまと奴らの手に乗ってるというのが今の情けないけど今の実情ですわ。だから、うん、
中途半端な対応したら許さないぞっていう形で、議会がしっかりとですね、これまさに二元代表制の根本ですから、行政に対してもう事前に釘を刺しておくというのは大事なんじゃないかなと思いますね。本当に大切なことですね。そしてもう一つ、まあ、議員としてですね、一番追及のしどころ、しっかりと議論できるというのが、実は決算特別委員会にあると思うんですけれども、そうですね、先生、10月の決算の委員会でも、この問題をさらに追及されるというふうに聞いてるんですが、そうなんですか？ただね、決算で追及しても、引っ張り出せる数字がこれ以上もうないんですね。まあ、そうですね。はい。で、決算特別委員会ってね、兵庫県議会の場合はね、全員でやらないんですよ。ああ、選抜してやるんですね。選抜してやるんですね。ああ、それは同議会も同じでした。はい。あ、そうですか。だからまあ、この問題をね、一つはですね、チャンネルさくらさんとかでこうやってこう広めていただくと本当にありがたいんですが、この問題で本当にやっぱり兵庫県が困ったなと思ってもらわないと困るんですよ。ああ、その通りですね。ね、うん、ああ、まあまあ、保守系の議員なんてもう、言わしとったらええねんって、今はまだ彼らは思ってます。うん、でそうじゃない、やっぱ本気で怒らせたら怖いぞという部分を、うん、やっぱり行政に知らしめす必要があって、うん、そういう空気、世の中の空気感みたいなものもとても大事だなと、だから今日この、大変貴重な出演の機会をいただいたわけですけれども、まあ、これをご覧になった方たちがそれぞれお住まいのですね、自治体の、市、町、村のですね議員に働きかけて、うちの村でやったら許さないっていうようなもうことをね、どんどんやってもらったらいいと思いますね。またそういう広がりが出てくると、新しい局面で、新しい切り口で決算特別委員会に、まさに芸術文化協会も呼び出して、うん、話をできるんじゃないかなと、そんなふうに思ってます。いや、本当にそれはもう大切なことだというふうに思いますし、これですね、多分、まあ、今は、永瀬先生が、まあ、孤軍奮闘されておりますけれども、このようにですね、孤軍奮闘するような議員が全国各地に出てきてもらいたいと思いますし、そういう議員がですね、連携をし始めるということも重要で、こういう情報発信も非常に重要だというふうに思ってますので、これからもですね、永瀬先生にいろいろお話をお伺いしながら、まあ、いろいろな違う側面でもいろいろなことをやるということも重要だと思ってますので、これからいろいろ連携してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいんですが、はい、よろしいでしょうか。こちらこそよろしくお願いします。はい。これからも連帯して頑張っていきましょう。はい。はい、よろしくお願いします。今日はですね、本当に兵庫県議会議員の中でですね、まあ、孤軍奮闘でこの大問題を追求した永瀬先生にいろいろお話をお聞きするという会になりました。これですね、皆さんしっかりと分かって自分のところでも起こり得るというですね危機感を持っていただきたいと思います。今日はどうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。